どうも皆さんこんにちは、山田です。はい、今回は、アマチュアゴルファーの皆様の代表的なお悩みでもある、手打ち、この手打ちについて、原因を詳しく解説し、直し方も合わせて紹介していきたいと思います。この動画を最後まで見ていただいて、手打ちの改善に役立てていただければ必ずゴルフの技術がまた一つ上がると思いますので、ぜひ皆さん最後までご視聴よろしくお願いいたします。また少しでも参考になったよとか、この動画いいねと思ってくれた方はチャンネル登録の方も合わせてよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。それでは早速、手打ちのポイントについて紹介をしていきたいと思います。今回紹介する内容は3つのポイントに分けて紹介をしていきます。まず1つ目のポイントは、手打ちとは具体的にどういうものを指すのかということについてです。2つ目は手打ちの原因、またアマチュアゴルファーの方々が勘違いしている手打ちの直し方、良くない直し方について解説をします。はい、3つ目に手打ちの根本的な直し方ですね、こちらについて紹介をしていきます。また動画の最後にそれを可能にする一つ簡単なポイントがありますので、そちらを紹介していこうと思います。それではポイント1、具体的に手打ちとは何なのかということについて説明をしていきます。まず、僕山田が考える手打ちというものは、アームローテーションを正しく使っているのを手打ちとは僕は呼んでいません。ちょっとアームローテーションの比率が高いねっていうぐらいです。もちろんこれ人によって手打ちと呼んでいる方も多いですが、僕は呼んでいません。この辺は人によって考え方それぞれだと思います。で、僕が考える手打ちというのは、このアームローテーションを使いすぎている人ではなく、体の回転が止まり、腕が横に引っ張られる、簡単に言うなら体が全く回転しずにスイングをしてしまうっていう方のことを手打ちと呼んでいます。もちろんこれ体が回転していても腕が体の正面から外れ、横に引っ張っているような動きで動いている場合はこれは手打ちと呼んでもいいです。つまり簡単に言ってしまうなら体の正面から手が外れるような動きをする、引っ張ってしまう動きを入れる、これを手打ちと呼ぶっていうことになってきます。基本的にこの腕を横に使うと体の回転をしず打つことができます。ただし再現性は低いですので、この再現性が低いものを我々は手打ちと呼んでいるということになってきます。それでは、ポイント2つ目、手打ちの主な原因、そして、手打ちの悪い直し方について紹介をしていきます。はい、手打ちの主な原因というのは、先ほど申し上げたように体の回転をしずに手で引っ張る、最初のテイクバックをした時にそこですでに体を使わずに体の回転と同調して上がるのではなく、体を止めて腕を引くような形で上げてしまうことによって、もうそもそも引いている状態からバックスイングが入るので、もちろんダウンスイングも手を戻さないと打てません。これが手打ちになってしまう原因なわけです。それを多くの方が勘違いして直そうとしているのが、手打ちだから体も回さなきゃって思って体を一生懸命左に回転させようとしている方々、もしも腕を引っ張ってしまってバックスイングをし、そこから体を回せば体の正面から腕は外れ体を回すことになりますので、まず間違いなく振り遅れが発生します。つまり長いクラブほど右に行きやすくなる。ですのでここで間違えちゃダメなのは、多くの原因は手で下ろすから手打ちではなくて、手で上げることによって手打ちになるというふうに考えていただくといいと思います。また先ほども申し上げたように、手打ちを体の回転で直そうとすると、そもそも手の使い方が違うのに体を回すということになるので、余計再現性が下がって当たりにくいというふうに覚えておいてください。それではポイント3つ目の、手打ちの根本的な直し方、こちらについて紹介をしていきます。まず一番大事に根本的に直そうと思ったら、テイクバックの動きがめちゃくちゃ大事になるということですね。テイクバックをどうすればいいのか、これは以前のハーフスイングでも何度かお話はしているんですが、まずこのハーフウェイバックまでは基本的に体の正面で動き続けていてほしい。
それがどのようなかというと、グリップエンドが左お腹を刺すような形で構えています。そして体をきれいに右に回していく。腕の三角形をキープしたままお腹を右に回すと、基本的にクラブというものは体の正面にあり、三角形がキープできている状態ができます。そしてここから腕を畳んで上げる人もいれば、さらに体を回してクラブの遠心力に沿って上げる、ボディーターンのタイプかアームローテーションのタイプになってくるといった感じになってきます。アームローテーションを使うタイプでも基本的にこういうふうに上げる人はいないということですね。基本的には体と同調しながら上げていき、途中からアームを使って上げるのか、アームを使わずに体の回転で最後まで上げていくのかの違いになってくると思います。簡単にまとめると、まずこの手打ちを根本的に直す、その方法というのは体の正面でクラブが動き続ける、このハーフウェイバックの動き、つまりハーフスイングをし、まず体の動きで三角形をキープし打つことができるようになるということを身につけていただくということになってきます。もちろん軽く右肘は曲がってもらっても構いません。ですが一番気をつけてほしいのは、右肘が曲がった時に体の右脇腹の方に肘が逃げていかない、これがすごく大事になってきます。肘が右脇腹の方に逃げるのが基本的に手打ちとなります。それだけ覚えておいてください。それでは最後にこの三角形をキープし、お腹でしっかりと回してハーフウェイバックまで上げていく最も簡単にできるポイントというものを紹介していきます。これも実は以前の動画で簡単にお話はしているんですが、今回改めて紹介をしていきます。はい、それがどのようなポイントかというと、アドレスをするとき両肘を軽く締め、胸の上から押さえるように、脇を上から締めるといった表現になってくるんですが、この構えをしてください。なぜこの構えが効果的なのかというと、この構えをすると肘がやや上を向いた感じになってきます。そうすることによって、やっていただくと分かるんですが、腕を引くことができなくなってきます。もっと言うとやりづらくなるって感じですね。引こうと思っても腕がそもそも上を向いて体の中に入っているので、引こうと思うと相当窮屈な感じになっています。これが逆にフリーになっていたり、外に肘が向いていると、何をしてもやっぱ引きやすくなってしまいますので、このポイントを守って、あとはお腹を使って右左とおへそを向ける動きをまずマスターして、それで球を打つ、しっかりと構え、脇を上から締め、この状態でお腹を右左、この練習を何度もしていき、まず体の回転で上げているということを何度も身につけていただく。そして改めてこの動きに慣れてきたら、初めてこれをフルスイングに取り入れて、ここまででいいのでしっかり体を使い、腕がある程度伸びている意識をしながら、振っていくと、そうすれば必ず手打ち治ってくると思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回は手打ちのポイントについて3つのポイントで紹介をさせていただきました。簡単に言ってしまうと、手打ちって本当に治した方がいいのっていうお話になるんですが、手を引く手打ちというものは絶対治した方がいい、今回紹介した内容です。もちろん僕がボディーターンを進めているのは再現性が非常に高いからというのを自分が思っていますので、皆様にお勧めしているわけです。もちろん自分のスクールでもこのボディーターンではもうやっぱ治らないよとか、やっぱ手使わないと打てないよっていう方には、僕ももちろんアームローテーションの正しい使い方などを教えて、それで上達していってもらっている方も多く存在しますので、今回のこの動画というのは手打ちをしっかり直したい、手打ちについて、手打ちというものがもっとどういうものか知りたいよっていう方には、大変参考になる動画かなと思いますので、ぜひ手打ちを直したいよっていう方はここから直してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。山田でした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。次のあなたへのおすすめの動画はこちらです。
また見てね。バイバーイ。バイバーイ。